この子玉でしょうかっていうのをね、審査の時に AC でこれ、ね、ずっと ね、これのメロディーがあるんで、まあ、これだからまだ作ってないけども、これをちょっと聴いてもらえればなと思います。はい、遊ぼうって言うと遊ぼうって言う、バカって言うとバカって言う、もう遊ばないって言うと遊ばないって言う、そして後で寂しい、こだまでしょうか、いいえ誰でも、遊ぼうって言うと遊ぼうって言う、こだまでしょうか、そう、一曲一曲がすごく短いので、うん、それを、まあ、どういうふうにリリースしていくのかっていうのもあると思うし、うん、これなんか本当にもうこう反戦会だと僕なんか思ってて、うんうん、もうあと長くしようと長くしようというか、相手の悪口言うたらも揉めるしっていう、うん、まあ、そんなことやでっていうことをこんな簡単な言葉でそれを言っているっていう、すごいなと思うね。なんかこう短絡的な考え方で、まあ、なんかこうこういう歌がヒットチャートの1位になる時代が来た方がいいなと思うね。なんか童謡って童謡の中に収められがちになるやんか。うん、でもまあたまにね、山口さんちのすずむくんとか団子三兄弟みたいなことになるけど、なんかこうポップソングとして、今の最先端のポップソングが大正時代の作った詩になってるっていうようなことで、例えばオリコンで1位になるようなことになっていくと世の中が良くなってるっていうような感じがして、そこも目指せたらなと思ってて、こういうプロジェクトやるんだったら、じゃあ金子みすゞさんのお墓とかをまず調べて、お墓参りとかやるとか始めた方がいいんじゃないかなって。まあ僕もそういうタイプなんですけど、実はその8月15日に僕は行って向こうでこれ録音してるんで。あ、やっぱりそこで考えてらっしゃるんですね。行こうか。うん、山口。うん、ないいと思うよ。いいかい、まずは、うん、お墓もそこにあるんですかね。そう、お墓そこにある。じゃあ行く日決めて、うん、もうマネージャーさんもおるから決めようよ、はい、とりあえずミニ守りを日含めては中京テレビは、じゃあそこをまずバックアップするんで、うん、行きましょう、行きましょう、うん、青いお空の底深く